おやと思われた皆様すみません。ADMJTV をいつもご覧いただきましてありがとうございます。お供をさせていただいております稲垣でございます。さて今日はですね、ずらっと今私の目の前にあまり見たことのないバッグが並んでいるかと思いますが、実はこれは小林さんの私物でございます。で、全てこれ黒子なんですよ。で、こういうのがあるのかっていう話になりまして、今日はですね、小林さんに私物をいっぱい持ってきてもらって、クロコダイルのバッグのオーダーができますよというお知らせをしてもらいたいと思います。では、はい、小林さん、よろしくお願いします。そんな遠くにいませんよ。2メートルですから、そしたら、ね、はい、よろしくお願いします。はい、実は、これ、私の私物で、もう10年、このヒマラヤは実は1年ぐらいです。ヒマラヤリアル初めて見たわ。はい。10年選手ぐらいになっておりますが、はい、ザ・ ADMJ の、ベーシックなトートに、はい、なんと自分のアルファベットのスワロソーイングが、おこれ K なんですけど、K なんだと。でも、なぞって K。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 そうですね。意外にスタイリストの方とか女優さんはご自分のイニシャルをスワロスキーでオーダーされてます。じゃあクミコの K 以外もしてもらえるってことですか？そうなんです。 A から Z まで実はもうスワロスキーソーイングのひな形ができておりまして、それで、その文字を確認していただいてスワロをソーイングするということもしております。質問、それは小林さんがデザイナーの小林さんが、はい、その形もデザインしてくれてるんですか？はい、そうなんです。あ、ちょっとそれ欲しいかも。あの人もデザインの絵にし、うわ。でも稲垣さん、はい、クロコだけです。あ、でも Python も Python というかスネーク系もさせていただくことはできます。クロコダイルとスネーク系で、はい、オーダーをされたバッグに、はい、ご自分のイニシャル をしてくださる、はい、うわこれ夢だわ。そうですね、はい、かなりお客様から好評をいただいて。これ何年ぐらい経ってるんですか？もう もうあっという間に人生ほらすぐ10年ぐらい経っちゃうからですけど、これもちろん10年以上立ってます。いや、すっごいいい感じの、はい、なんかこうクタッと感出てきてますよね。そう、実はこれ分からないかもしれないんですけど、はい、ネイビーとブラックのコンビネーションなんですよ。わかんない。わかんないですよね。うん、これ本当暗いので、わからないと思うんですけど。ごめんなさい、このスタジオ実は暗いんです。そうなんです、はい。ネイビーと黒のコンビネーション。なんで、割とこう、どんな服にもあって、A4 もしっかり入って、外側ポケットもついて、はい、っていう商品を私は、ほぼ一番最初に本当に、オーダーメイドで作ったのがそのバッグ、はい、はあ、引っ張り出してきてそうね。だって見たことなかったもん。そうなんです、はい、そして1年前にコンクルージョン、はい、しかもヒマラヤで、とっておきのヒマラヤで、あ、よかったねヒマラヤ、はい、はい、お誕生日に作ってもらいました。はい、もう愛愛愛、はい、そして、はい、ラブラブラブ、はい、そして、はい、今はスカーフをね、自分の気に入ったスカーフをこうどうしたの、はい、はい、なんでもちろん最初からおリボンを入れることができます。うん、私はあんまりこう蓋付きのバッグを使っていないんですけれども、蓋もお付けすることはもちろんできます。ちなみにヒマラヤも今オーダーすれば手に入るのかは、その時のお問い合わせの状況による、そうですね、状況によります。ですよね、ヒマラヤはちょっと難しい。はい、これ実際に本当にこうヒマラヤ上からこの、まあ、ちょっと色がブラウン系の濃い部分を染色しているヒマラヤもあるんですけど、これは本当にこう脱色していく中で自然に生まれてきているヒマラヤなので、まあ、塗っているものとは違う作り方でございます。うん、はい、そしてこれ割とね、私合うんですよ、この人。そうですね、はい、まあ、荷物もしっかり入って使用頻度がかなり高いので、はい、ボッコボコになっちゃった。ボコボコとか言わない。そうですね、本当にボコボコとしたいい感じ で、 そうですね、いい感じになっている、はい、なぜかというとこの中仕切りがね、私好きで。あ、そうなんですよ、貴重品がしっかり入ってで、割と書類も入りで、
私の尊敬している、すみません、めちゃくちゃどれだけ柔らかいのかっていうね、あの証拠ですけども、艶も出てきて、仕事でちょっと商談の時に勝負黒子、これサイズどのくらいだのやつなんですか。横が32くらいですね、うん、で高さが20センチぐらいですかね。結構あるタイプですよね、はい、かっこいいなそれ。これあの、うん、とても大好きな、はい、なんかが仕事頑張ったなっていう、はあ、一緒になんか、うん、こう仕事頑張ってきた人ですね、はい、もう私の相棒ですね、はい、そして割と私がそれ何それ、はい、出張の時に持っているバッグです、はい、あのまあ、中はこう今ね割とこういうスクエアのこれ結構年季入ってる、かなり入ってるですよね。なんかちょっとその中の色とかあんまりないもん、うん、今そうなんですよ、うん、あのおパリではみんなこういうストラップを斜め掛けする、はい、それ短い、そうでもねおパリではみんなこういう風に普通のショルダーって欧米人の方たち肩に掛けるだけの、そうですね、ですよね。なんかこういうまあ、今若い人たちが言うサコッシュ風にこういう風に持つのがオパリではなんか、まあ、安全だからですかね、うん、あのこういう風に持ってるので私もあの漏れなくオパリではこうやってジャパンではジャパンではあのこうやって持ってます。ジャパン風オパリ風、オパリ風、ちょっとでもそのスワロの数何ですか。そうですよね、でもこのぐらい、はい、あのお付けすることも可能ですので、あそれもじゃあ、ご注文の際に、ね、このぐらいでとか目いっぱいでとか、目いっぱいつけたいっていう、あるいはその形でイニシャルもありってことですか。そうですね、イニシャルもお入れできますので、ただどうしてもクロコダイルがその相場が、まあ、その時によってお値段が金と同じような感じなんですか。なんかシールクロコダイルを仕入れた時に、うん、おそらく原皮を仕入れた時の為替の関係があったり、そういうものなんだ。そうですね、なので ADMJ では、ええ、あの信頼された、うん、そのクロコを専門に扱う、そしてデザイナーが気に入った時にしかクロコを仕入れないのであの本当にできない時とできる時と、でもたまたま最近あの本当にいい出会いがあって、ええ、いいクロコダイルを仕入れて、私も今ちょうどあのオーダーしているところなんですけれども、はい、良いあのポロサスのクロコをご紹介できるタイミングが少しずつお客様にもあのご紹介できるようになったので、はい、たまには、まあ、自慢ではないですけど私が私のクロコ歴史、なんかクロコ歴史ってなんか黒い歴史みたいでよくないですよね。言わなきゃ誰もそこで思いいかなかったでしょ今。クロコダイル歴史ですね、はい、クロコダイル歴史をご覧いただこうと。でもこうやってなんか実は、はい、あのお客様からの、まあ、ご注文、はい、ご注文受けたまりますよという、そうなんです、今日は ADMJ さんからのお知らせの一つですね。あのクロコダイル、はい、いい品質のものを使っていただくと、まあ、使う頻度がおそらくこれね相当私相棒化したので、はい、もうツヤツヤになってますけれども、はい、そういうこのツヤが自然に出てくる経年変化のものが、うん、マットクロコの良さなんですね、はい、あのいろいろな形でマットクロコを取り扱いのところあると思うんですけれども、作り方がそれぞれやっぱり違うので、うん、あのそれぞれの良さがあって ADMJ の良さっていうのは使っていくうちにこのいい感じになってくる、そして柔らかさが出てくるっていうところが、うん、あのオイルの入れ方までやはりデザイナーとタンナーがきちんとお話し合いしながらお作りしているものなので、まあ、革好きの方にはもう、ね、あの気に入っていただけるに違いない、はい、商品だと思います。ADMJ の、オーダーバッグのご注文は、クロコダイルスネークレザーで、お作りいただけます。詳しくはあのお電話でスタイリストの高柳がきちんと、対応させていただきますので、
東京03-3475-4046、午前中10時から夕方の7時、17時30分までお問い合わせを受け付けておりますので、ぜひお問い合わせしてください。裏地なんかも好きな色に変えていただくこともできますので、少しやり取りが何回かにわたりますけれども、お題いただいて、お問い合わせいただくとご自分だけのバッグが作りいただけると思いますので、お時間あるときに、お願いします。そしてADMJ TV のチャンネル登録もお願いいたします。時々私の私物のバッグや稲垣さんの面白いジャンプなどもご覧いただけると思いますので、はい、そしてグッドボタン、5センチぐらいしか私たち飛べませんけれどもぜひ、お願いいたします、はい、今日もご視聴ありがとうございました。